おはようございます。今日は2017年8月の30日朝の6時10分です。よろしくお願いします。おはよう。おはようございます。こっちの方が好き。デコ広いよ。ゲーハーだよ、ゲーハめんどくさい。顔がいいから出した方がいい。いや、めんどくさいんだよね、セットすんのが。おい、ワード2。いいね、まあ、いらっしゃい。ハートありがとう。最近レーニャマン来なかったね。眉毛もひげもだいぶ生えてきたよ、もう。眉毛剃ってからどれくらいかかった？ひげと眉毛剃ってから。眉毛はまだ薄いけどね。どれくらい経つかな？眉毛を剃った配信が、この辺か？眉毛剃り配信。眉毛剃ったのいつぐらいだろう。ちょいちょい潜りにしてる。あ、そうなの？コメント打ってよ。寂しいじゃん。22とか1週間前くらいか。1週間ぐらい前だね。レイニャムは大阪だっけ？住んでんの。熊本だ。ハートありがとう。熊本だ。じゃあ九州行くことがあったらよろしくね。よろしく。ハートありがとう。レイニャマンはバンギャっぽいよね、ちょっとね。ゴミクズ、いやほい。おはよう、ケロルさん。おはよう。おっぱよう。
最近減らってないね、全然。全然減らってない。一時期メンタルの調子悪かったけどね。最近普通かな。全然普通。ありがとう。ケロロありがとう。定期的に減らってたけどね、昔は。ふわっち来てからあんま減らんなくなったかな。減らんないけど、機嫌悪い日は多々あるよ。機嫌悪い時は多々ある。今日の客層悪いな、みたいな。機嫌悪いとすぐは分かりやすいよ、俺は。気難しい方ではあるけど、分かりやすい男っすよ。扱い方覚えたら簡単だよ。目に見えるように、もう本当にダメなの。すぐ分かる。機嫌悪そうだな、今日はどう。今日は機嫌いい方かな。なんか配信者だから愛想よくしてなきゃっていうのは全然ない。もうダメならダメ、いいならいいでそのまんま行くっていう。ストレートにね。私は昨日リアルに人が引かれるのを見てちょっとショックだった。交通事故かな。ショックだね。ああ、それはショッキングだわ。濡れたまんまだから髪の形が固まらない。事故、前の車が跳ねてしまった。マジか、後ろから見たんだ。不注意かな、飛び出しかな。あ、嫌だよね、後味悪いよね、自分が引いたわけじゃなくても。なるへそ。それは俺も見たくねえかな。後味悪いのは嫌だよな。前、車降りていろいろやったりしたんだけど、命の扱い方の難しさを知った。あんまり触んない方がいいのかね、どうなのかって分かんないよね。人工呼吸した方がいいのか、下手に手加えてね、とどめ刺しちゃうぐらいだったら何もしない方がいいさ。難しいとこだよな、そこは。
難しいよね。ただ見守るのもね、やきもきするしね、なんかできないのかっていうね。テンパるよね。でも東京はさ、倒れてる人見てもそのままほったらかす人とかもいるから気分悪いよ。なるべく声かけてあげたり、手握ってあげたりね。最後になるかもしれないからね、言い残した言葉はあるかっつって。俺は結構声かける派だけどね、救急車すぐ呼んで大丈夫だよっつって。東京は無関心ですよ。テンパるよね。マドさん声聞き取りやすい。多分ね、音の機材にお金かけてるからだと思うよ。これ？これこれこれ。これだと思う、原因は。私も声はかけてた。跳ねた人もショックで何もできなかった。まあそうだよね。跳ねた方はどうしたらいいか分かんないよね。飛び出しかなんか。うん、難しいよな。おはよう、まっこさん。初見さんいらっしゃい。倒れてる人放置の東京、中国。いやもう中国みたいだよ本当に。いや本当に本当に冗談でも何でもなくて、要は自分が触れて自分に被害が来ないようにするわけよ。変に頭でっかちっていうかさ。東京の人は冷たいよ。私はない。歩いてる人、横断歩道じゃなかった。あー、なるほど。なるほど、なるほど。まあ、そんなスピードじゃなかったら大丈夫だろうけどね。要はフラフラしてたんだろうね。
はいよー、ケロロさんまた。
おはよう、さくたら。おはよう。どう？生主ライフは順調かい？おはよう、やなラッキー。順調すぎて怖い。サクトラが大手になる日も近いのかな。楽しい？リスワン59位で確定してた。あ、リスワン59位。まあまあまあ。後半、月末は取りやすいからね。月末はリスワン取りやすいよ。いいと思うよ。楽しいよね。おはよう、イリコさん。風船ありがとう。アイテムありがとね。解放とかも来てくれる。昨日バブータツヒコ。あ、そうなんだ。タツヒコ全然ね、最近コメント書いてくれなくなっちゃったの。移り変わり激しいよ、この業界は。セックスしましたかって質問された。なんて答えたの？ その答えは何だったの？それにはなんて答えるのが正解なの？先々週結構やってるね。 誰とセックスでしょう。超プライバシーだよ。 寝れないの来ました。りょうちゃんいらっしゃい。答えたらリスナー答えるんかいって。ああ、どこでね、誰とセックスしようが俺の勝手だろうって感じだよね。りょうちゃん寝れなかったの？大丈夫？帰り。絡もうぜ、寝れるまで。寝れない日もあるさ。
何でもコメントに返事します、テロップにしたから答えないと。ああ、それは答えないとダメだね。自分から出した企画だからね。自分で縛りを作っちゃったんだ。それは答えないとダメだわ。昨日はテロップが良かった。テロップ大事だよ。テロップ芸って言って、テロップを良くしないといけないっていうのがあるぐらいだから、テロップ芸ありますよ。うん、テロップ、いいテロップ出すとやっぱ配信が良くなるよ。はかどるよ。気づいちゃった、テロップ大事なことに。テロップ難しいよ。特にふわっちはタイトル変えらんないから、そこはね、良くないところ、ふわっちの。タイトルを変えられるようにしないと、新しい話題、新しい話題。例えば4時間同じタイトルってやっぱ無理があるからね。楽しめないよね。そう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 、テロップでやっぱ見に来るわけだから、リスナーさんは。あ、どんな話題やってるんだろうとかさ、気になるでしょ。延長チケットないか。まあ最初頃は空いてもないよ。俺だってなかったもん。延長チケットニコ生でもらえなかったもんな。シルバーチケットとか。今はね、ニコ生無料でできるらしいからいいけど。羨ましいよね。空いてもらえないとね、延長チケット手に入んないのは難しいよな。頑張ってね、頑張ってやんないとね。バーガー投げてくれる人いるんだ。まあコツ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 溜まっていけばさ、やっぱもらえるよ。取れるようになるよ、延長チケット。だから頑張ってさ、リスナーさん楽しませることだよ、最初は。みんな最初そうだから。そうそう、継続大事。決まった時間に、自分の時間決めて、この時間にやろうっていうのを。で、続けていくこと。そしたらその時間にやってるっていう安心感で見に来て、固定客がどんどん増えていくから、それがいいよ。固定のお客さんを掴んでいくことが大事だよね。
コメントないときに潜りにいたりするんだけど、何話していいか分かんない。無理に話す必要ないと思うよ。潜って聞いてる人は潜って聞いてる人なりに楽しさがあるわけだから、閲覧が減らない限り別にね、成り立ってる放送なんだからいいんだよ。無理しなくて。聞きたいことあったら向こうから質問来るから。無理して喋ってた時期も俺もあるけどね。最近あんま無理しなくなったかな。頑張って。応援してるよ。和藤さんの声聞いてるとそのまま寝そう。 いやー、嬉しいね、そう言ってもらえると。寝ていいよ。だからね、寝る時のラジオ代わりに聞いてる人結構いるんだよね、俺の放送。安眠効果があるらしいよ。だからよく和道の夢見たってよく言われる。 寝る前にアイテム投げてくれって思うけどね。配信は結構体力使うよ。そう、普通にダラダラ喋ってるわけじゃないんだよ。プロのね、スキルがあるんで、やっぱプロでやってる人には。なかなか誤解されやすいけど。プロはやっぱりプロなりにすごいんだよ。俺はニコニコ時代から和道好きだよ。これ少ないけど気持ちだよ。あ、風船ありがとね。ありがとうございます。もしよかったらフォローしてください。お気持ちありがとうございます。乗ってる時は4時間くらいしてるから、終わったら脱力感。まあ俺もう毎日4時間やるの当たり前になってるからね。8時間、12時間とか、さすがに24時間やったらやりきったって感じはあるけど、そこはもう喋るのは慣れっこだからな。普通の人だったらね、倒れるレベルだよね、多分。12時間喋ったら。放送はね、放送やった人にしかそのすごさが分かんないからね。結構体力使うんすよ。その業界のね、苦しみはね、その業界に従事してないとわからないからね。分かってもらうためにやるもんじゃないしね。そもそも、そも論なんだけど。和道さんみたいにコメントほぼ全部拾って12時間とか尊敬。しかもね、流れるスピード速いからね。大変だよ、本当に。さばききったときは結構感動するよ。俺すげえってなるよ。コメント一個一個に返すって大変なんだよね。おはよう、PPAP。おはよう。
早起き、そうだね。12時間ぐらい爆睡しちゃって、昨日放送サボっちゃったんだけど、今日は早起きだね。出かけないよ。今日は予定ない。タグさん、はじめまして。楽しんでってください。よろしく。いきなりだけど FX ってむずい。やったことない、やったことない、わかんない。やってみようかなと前思ったんだけどね、今のところやる予定はないかな。いや難しいんじゃないの、8割の人が負けるっていうかね。いや何、これから始めようと思ってんの。FX やるか株やるかで迷って、でサバゲーやることになって、結論はスケボーやることになったね。はい、おやすみー。サクトラ、おやすみー。あ、スケボー面白いですよ。今ハマってますね。始めたいなと思ってるけど難しそうだ。まあやらないよりやった方がいいんじゃん。パチンコとかやるより全然いいと思うよ。だからレバレッジをかけないでさ、元本割れしないようにすればいいんだよ。まあ最初は減るだろうけど、忍耐強く勉強していって、でね、ある程度法則とか流れをつかめるようになったらハイレートにしていけばいいんじゃないの。ワドさん株とかしたら成功した。そう、そうか。俺株とか向いてないと思うけど、自分で。なぜそう思うの。俺頭悪いから無理だと思うよ。賢い、いやー全然全然、俺自分のこと賢いなんて生まれたから一回も思ったことないよ。賢くないよ全然。どう見たら俺が賢く見えんの。全然賢くないよ。賢かったらニコ生なんかさ、ふわっちとか配信者になってないでしょ。賢くないからこういうことやってんだから。全然だよ。賢い人は放送なんてやらないよ。ああ、まあ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 、配信に関しては長いからね。長くやってる分その有利だとは思うけど、普通の人より。運が良かっただけだと思うよ、配信で飯食えてんのは。あ、そうなの。リオちゃんふわっちやってんの。どこでやってんの。一回見てみたいかな、リオちゃんの配信。どこでやってんの。
興味あるかも。もしよかったら DM 送ってよ。ふわっち、そのアカウントでやってんの？運だけなら無理。いやいやいや、運だよ。運とキャリアだと俺は思ってる。運のない人はダメよ。本当だ、やってんだ。あ、本当だ、やってるぞ。あんまりやってないの。一回一個だけしかのログが残ってないね。リオト、私の配信つまらないよ。面白い配信ってあんま見たことない配信自体あんま見ないから。面白い配信とは何なのかって。アジアで旅行行けるとしたらどこだろうな。タイ、バンコク。バンコクってアジアなんかな。バンコク行きたいね。大手の人って他の枠の配信あんまり見ないの？知らない、俺は大手じゃないし。人によるんじゃん。あんま配信こう見るっていう文化は俺にはないかな。配信あんま見ないですね。最近やってないけどやり始めたら一気にやるタイプ。はいはいはい。スケボーより、BMX のが見てて思う。 BMX ってバイクのやつ。あんなの無理だよ。運動神経良くないできないでしょ。運動神経皆無だもん俺。あんなの無理よ。無理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 。まあ見てて面白いのはそうだろうね。まあスケボーはやって面白いタイプだもんね、どう考えても。チャリのああいうのは大怪我するよ俺がやったら。多分やることはないだろうね。
台風来てんだ。大丈夫かね。台風か。アメリカと北朝鮮戦争にならんかな。まあ第三次世界大戦全然あり得るよね。うん、あると思うよ。全然あると思うよ。何十年もね、平和だったのが不思議なぐらいだもんな。すごいよね。よくここまで平和を保ってきたよね。サイル日本に落ちてたら大変だったやろ。まあそれは戦争勃発でしょ。落ちてたらそれはもう開戦でしょ、完全に。ていうかもうそろそろ日本も陳なんだっけ、陳ここに戦を戦すしいいと思うよ。完全に戦争していいタイミングだと思うよ。普通の国だったら多分仕掛けてると思うよ。アメリカとかだったら日本人がなんか悠長に構えてるだけで気が長いよね。普通の国だったらさ、だってさ、日本の海域とかにバンバンやってるわけじゃん。アメリカはね、10年に1回戦争しないと在庫整理ができないって言われてんだよね。うん。だから10年に1回必ず戦争する。国が成り立たないって言われてる。おー、エミリちゃん、おはよう。ねえ、せっかくこっち来たんだったら会いたかったな。俺、エミリちゃんのファンだから。もう帰っちゃうんでしょ？会いたかったわ。
なんかクソカスカオスがお見送りに行こうかななんて言ってたけどね。どう？美味しかった？築地。あんまり美味しくないでしょ。会ってくれるの？いや、会いたかったよ、全然。帰りは何？飛行機？羽田？それとも、成田？全然連絡くれたら会いたかったよ。コラボしたかった。何時に帰んの？ウニとイクラ美味しかったよ。もう全然まずまずい。カオスがさっき「エミリちゃんかわいい」って言ってて、ね、かわいらしいよねっていう話してた。で、今日何時に飛行機なの？飛行機なのかバスなのか分かんないけど、何時に帰んの？まだ決めてない。高所恐怖症だから新幹線。あ、そうなんだ。全然空いてるんだったら遊ぼうよ。まだ新幹線だったらね、兵庫って新幹線どれくらいかかるんだろう。うん。俺新宿だよ。キャスバーいたの。新宿住みだもん。2時間半か。そんな遠くないんだね、兵庫って。兵庫ってあれか、大阪の先か。尼崎とかあるところか。そんな遠くないね。新宿だよ、俺は。いや、知ってる知ってる。まあ縁だからね、こういうのは。今どこいんの？築地？築地だったらそんな遠くないでしょ。大江戸線乗ったらすぐだよ、新宿。俺新宿5丁目って駅だから。築地大江戸線通ってるでしょ。まあ戻ってくるのがだるいのかな。築地から、西新宿、電車ですぐ20分ぐらいじゃん。まあリスナーさんといるんだろうね、今ね。電車で15分だよ。あ、今車お台場なんだ。電車で15分ぐらいだよ。そんな遠くないよ。台場か。まあもし暇だったら LINE に連絡ちょうだい。俺のプロフィールページに LINE あるから。LINE の URL あるから。はいはい。携帯バグったな。
マドさん、DJ さんの場は行ってない、行ってない。行ってないよ。ちゃん、次は小島グランプリの家に住んでるの。なかなかのビッチっぷりだよね。なかなかのクズさ加減に、もうここまで行くとスッキリするよね。俺は今回のタマちゃんの動きは全面的に支持しますよ。クズっぷりがいいっすね。もう金梅さんに捨てられて速攻小島グランプリに乗り換えるっていう、このフットワークの軽さ。ザ・やりまん。光くん、金梅さん、小島グランプリっていう、素晴らしいよ、素晴らしい。もうここまで行くとね、応援したくなる。素直に応援したくなる。やりまん、くずっぷりがいいっすね。すがすがしい。僕はタムちゃんを応援します。フォローありがとさあ、1時間経った。アイテムください。アイテムタイム省略します。アイテムをください。 一言だけです。アイテムをくれ。以上です。ダメだな、今日もコメントねえな。白い坂道が空まで続いていた。ゆらマイリトルラバーの有名な曲ってなんだっけ？マイリトルラバーの有名な曲なんだっけな？
ハローアウェインだ。続けた季節は何も言わず通り過ぎた。雨はこの街に降り注ぐ少しのリグレット罪を包み込んで泣かないことを誓ったまま時は過ぎ痛む心に気がそう練習注意僕は一人になった記憶の中でずっと二人は生きてゆける君の声が今も胸に響くよそれは愛がさまようかショウジロウいらっしゃいヤオピーいらっしゃい君は少し泣いたあの時見えなかった夏が過ぎ風あずみ誰の憧れにさまよう青空に残された私の心は夏模様夏は遠い夢の中ああ空に消えてった打ち上げ花火浴衣姿
がまぶすぎてお祭りの夜は目が騒いだよ。触れそうな人混みの中離れないで出しかけた手をポケットに入れて握りしめていた君が描いた夏は遠い夢の中空に消えてった打ち上げ花火流れ季節のまん流れる流れ季節の真ん中でふと日の長さを感じます流れる季節の真ん中で音が取れねえな流れる季節流れる季節の真ん中でふと日の長さを感じますせわしくすぎる日々の中に私とあなたで夢を描く三月の風に思いを乗せて桜のつぼみは春へと続きますしてからもう三度目の春相変わらずそばにある同じ笑顔あの頃バイクで飛ばした家までの道今はルーフからの星を見ながら走ってる私を下ろした後角を曲がるまで見送るとおかしいね。ニルヴァーナ。
つぶやく君が僕の傘残して駆け出してゆく悲しみ降り出す街中が銀色に煙って君だけ消せない最後の雨に濡れないように追いかけてただ抱き寄せ瞳閉じた本気で忘れるくらいなら泣けるほど愛したりしない。カート・コベイン好きなんです。カート・コベイン好きなんだ、かっこいいよねカート・コベイン。君と夏の終わり将来の夢大きな希望を忘れない。10年後の8月また出会える年封じて腰振り何の話最高の思い出を出会いはふとした瞬間帰り道の交差点で声をかけてくれたね一緒に帰ろう。僕は照れくさそうにカバンで顔を隠しながら本当はおはよう、とてもおはよう嬉しかったよ。ああ花火が夜空綺麗に咲いてちょっと切なく、ああ風が時間とともに流れる。嬉しくて楽しくて冒険もいろいろしたね。二人の秘密の口の中、君と夏の終わり将来の夢大きな希望を忘れない。10年後の8月また出会えるの信じて、逃がない後まで心から愛で叫んでたこと知ってたよ。涙をこらえて笑顔が切ないよ。ガルダおはよう、アイテムありがとう。最高の思い出を身はいっぱいあるね。
節はなぜかせない日々で、河原の道を自転車で走る君を追いかけた。思い出のレコードと大げさなエピソードを、疲れた肩にぶら下げて、確かめつらまぶしそうに、同じセリフ同じ時、思わず口にす、おはよう、ありふれたこの魔法で作り上げたよ、誰も触れない、誰も触れない、二人だけ、君の手を離さぬように、大きな力で空に浮かべたら、ルーラーラー宇宙の風に乗る。Where I find myself in time of trouble, mother may can't trust me, speaking while with them, let it be. だよ、先は枯れたばかりなのに、耳たぶが for you 燃えている for you。 やったやったやったよ、あーあーあああ、初めてのチュー、君とチュー、 I will give you all my love。 なぜか優しい気持ちがいっぱい、初めてのチュー、君とチュー、I will give you all my love。 涙が出ちゃう男のくせに、 We will love you。 Wow。僕の背中、僕の背中は自分が思うより正直かい、誰かに聞かなきゃ不安になってしまうよ、
旅立つ僕のために誓ったあの夢は古ぼけた教室の隅に置き去りのまま、あの泥だらけのケケのスニーカーじゃ追い越せないのは、電車でも時間でもなく行くかもしれないけど、どんな時もどんな時も僕が僕らしくあるために、好きなものは好きと言える気持ち抱きしめてたい。知らずず知らず歩いてきた細く長いこの道、振り返れば遥か遠く雲が見えるで、道や曲がりくねった道、地図さえ見えない、それもまた人生。ああ川朝日奈来んのか、俺の家。家には入り、何やろう。朝日奈、どうしよう。予想外なんだけど。何配信すればいいんだろう。朝日の何配信すればいいんだろう。ちょうど1年前にこの道を通った夜、昨日のことのように今はっきりと思い出す。大雪が降ったせいで、カブショにいる。ああ了解です、のみさん。せいで車は長い列さ、ああどこまでも続く赤いテールランプが綺麗で、サイドシートの君はおはよう、まるで子供のように微笑みを浮かべたまま眠れる森の少女、ゆすっ
て起こした俺を恨めしそうに睨んで俺の手を握り返し愛が欲しいと言った。なんでもないよないようなことが幸せだったと思う。なんでもない夜のこと二度とは戻れない夜。お、ジェダイさんおはようございます。グッドモーニング枠です。楽しんでってください。心配ないからね、君の想いが誰かに届く。明日がきっとある。どんなに困難でくじけそうでも、前髪やばいですよ。もう信じることを決してやめないで。 Carry on, carry out。傷つけ傷ついて愛する切なさに少し疲れても、おーおーおー。朝日が来るっつっても何やれいいんだ俺。When the night, when the night has come and the light is dark, when the moon is the only light we'll see, no, I won't be afraid.No, I won't be afraid. Just as long as you stand by me. So darling, darling, stand by me. Oh, stand by me. Oh, stand by me. Stand by me.If the sky that look upon should tumble and fall on the mountain, tumble in the sea。 戦後の後どれくらい体が痛かった？1週間歩けなかったっすね。特にあのテルがローキック強くて足ぶっ壊されましたね。一週間もう歩けなかったっす。痛くて。それくらいきつかったっすね。多分一番ひどい怪我したのが金梅さんとあと、なんだっけ、ベンドさん戦った。なんだっけ。あの二人が多分怪我重かったと思いますね。めちゃめちゃ痛かったっすよ。
好きです好きです心から愛していますよと甘い言葉の裏には一人暮らしの寂しさがあった。寂しさゆえに愛が芽生え、お互いを知って愛が終わる。別れは涙で飾るもの、笑えばなおさら惨めになるでしょう。こんなに好きにさせといて、勝手に好きになったはないでしょう。逆恨みするわけじゃないけど、本当にあなたはひどい人だわ。だから私の恋はいつも巡り巡って振り出しよ。いつまでたっても恋の矢はあなたの胸には刺さらない。お、どっちの続きだ。どうしよう、朝日奈の枠集合でいっか。じゃあ朝日奈の枠集合で。お疲れっす。朝日奈枠集合で。皆さんありがとうございます。花火ください。お疲れ様です。暑かったわ、暑かった。はい、りょうちゃんお疲れ。暑かったよ。昼間外出ることあんまりないからね。荷物すごいね、大変だよ。まだ寝れてなかったの、りょうちゃん。ケーキ食べたかった、あそこのモンブラン結構美味しかったね。モンブランありだった。美味しかったよ。不眠症なんだ、俺と一緒だ。寝れないのつらいよね。薬にも頼りたくないし、わかるよ気持ちが。不眠症つらいよね。おはよう、三原ひろみさん、おはようございます。おはよう、バタフライテール、おはよう。お、いっちゃんおはよう。あ、風船プレゼントありがとう。こけしさんおはよう。まーちゃんおはよう。おはようございます。あ、バーガー3個ありがとう。おはよう。トコさんおはよう。
お、コピちゃんおはよう、ワドツ。夫婦マンおはよう。おはよう。おい、猫おはよう。ワドツ。6時にマロが見に来る。どういうこと？ヘタレンさんはどっち？おはよう。花火来てないよ、全然。釣りみたいにじっくり待つんですか、花火待ちの時は。いや、花火待ちの時はっていうか、俺は365日花火を待ってる男だから、なんだろう、楽しく時間を過ごすっていうだけだけど、今いる人と楽しく時間を過ごして、で、花火が上がるのは運だからね、俺が投げるわけじゃないから、まあ、上がったらいいなっていう感じだけど、なんで。ああ、彼女看病なんだ、大変だね。
おはよう、セビロスさん。ヒゲだいぶ生えてきたね。だいぶ生えてきた。やっぱ暗いな。昨日朝鮮のことでいろいろな意見聞きたかったけど仕事で忙しくて。ああそうだったんだ、ヘタレンさん忙しかった。朝鮮って北朝鮮のこと、うん、ぜひぜひ三原さんよろしくお願いします。ミカポさん何者、セキシンを切られて泣いてたわ。ごめんなさい、ミカポさんが誰だか分かんないです、僕は。ごめんなさい。うん、何の話か分かんないセフィロスさん。ミカポさんっていう人がいるの、うん、北朝鮮、まあどうなんだろうね、何がしたいんだろうね。俺も寝てて朝起きたらわーわーみんなが騒いでたから、ミサイルミサイルっつって、いやミサイルミサイル落ちそうなの、なんかもう日本に住んでる以上みんな分かってることでしょっていう、な何を今更騒いでんだろうみたいな、よく分かんなかった。まあでもそろそろっていうか普通の国だったらもう戦争になってでもおかしくないよな。日本舐められすぎなんでしょ。偽のび太に花火一人で20万以上投げてる。あ、そういうリスナーさんがいるんだ。へえ、すごいね。うん、へえ、一人で一撃20万投げる人はすごいよね。お金持ちなんだろうね、多分。おはよう、ゆめこさん。おはよう。すごいね、20万以上は。俺も花火欲しいな。だからいつどんな人に花火投げられるか分かんないもんね。でお金持ちなんだろうね、多分ね。アラートサイレンで起こされた。 J アラートは俺鳴らなかったかな。何でも聞いて。わかんない、俺は鳴ってないと思うけど、わかんない、携帯持ってないから。何聞いたいことって。夫婦マンどうした。日本上空ミサイルが超えたってこと、わしも落とされたら100万以上、もしも落とされたら100万人以上死んでた。うん、まあ死んでただろうね、多分。まあ普通戦争だよなんで日本って戦争仕掛けないんだろうね。普通戦争だよね、こんなことされたら。気が長いんだろうな、多分。
俺呼ばれたら殺しに行く。誰を？戦争に行くってこと？なんで女性にはヒゲが生えなくて男性は生えてくるのか。あー、なんでなんだろう。あ、それはね、わかるわ。男性と女性で言うと、男性の方が綺麗に見せるためだよ。要はライオンとかも縦髪があったりとか、鳥だったらクジャクとか綺麗なこうわーってなるじゃん。あれって全部オスなんだよ。セックスアピールをするのはオスの方で、オスの方が肌がきめ細やかで女性を誘発するようにできてるの。だからそのなんて言うんだろう、男性の方がヒゲ生えるっていうのはその男性の方が綺麗だからだよ。それは生物界の常識だから。うん、おはようございます。憲法9条って公選権を放棄してるんだっけ、戦争自体を放棄してるんだっけ。憲法9条、憲法9条改正すればいいのにな。日本国憲法9条、平和主義、戦争権の放棄、すげえな。はい、初見さんいらっしゃい。そうそうそう、グッピーも、グッピーっていうか、もう全ての生物はオスの方がきらびやかなるようにできてる。うん、そうそうそう、オスの方がね、そういうもんなんですよ。おはようございます。おはよう。あ、そっか、戦争できないんだ日本は。うーん、でもね、9条なんか戦争放棄します、戦争持ちません、戦力を持ちません、国の構成権を否定します。すごいよね、それって国なのかなって思うよねもうさすがにもう改憲だな。あ、日本国民は正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、国権の発動たる戦力と戦争と武力による威嚇または武力の行使は国際紛争を解決する手段としては永久にこれを放棄する。全項の目的を達するため陸海空軍その他の戦力はこれを保持しない。ほう、国の公選権はこれを認めない。ほうほうほう。米軍朝鮮日本の中で聖戦的大義名分が立ち、金が動く落下先が日本、パールハーバーや原爆投下みたいな脚本を練られないと良いね。国民の民度次第。俺は戦争を放棄する国なんていうのは国じゃないと思ってるけどね。どんだけ殴られても殴り返しませんっていう人なんかやばくない？どうなんだろう。で、実際俺アメリカが守ってくれるとは思ってないんだよね。どうなんだろう。じゃあ北朝鮮がミサイルを落として乗っ取ってきたらどうすんのって思わない？なんかめちゃくちゃだよね。国の自然権で戦争はできますよ、救助があっても。でも救助と矛盾はするじゃん、バッティングするわけじゃん。だったら救助自体やる、戦争する権利があるんだったら救助自体ほったらかせよみたいな。同盟国に頼ってる、まあそうだろうね。でもそれって国じゃないんじゃないの。民主主義国家だから守るための戦いは必要。アメリカは日本に投下してほしい、金になり自国民の自尊心も満たせるから。うん、うん、
まあ日本で戦争やった方が都合はいいわな、アメリカ的にはな。俺もそう思うかな。アメリカ的には都合良さそうだけど、なんだろう、9条なんてあって意味があるのかな。なんか俺はこんな法律は改憲した方がいいとは思うけど、戦争するかしないかは別として、これ国なのっていう。同盟国頼りでチベットは見捨てられた、結果5人に1人以上が殺された、脳書きも垂れられない今がある。なんかいつの時代かっていう問題じゃなくて、この9条っていらなくないっていう。どうなんだろう。9条、じゃあ賛成派か反対派かアンケート取ってみよう。9条必要だと思う人ははい、いらないと思う人はいいえ。クイックアンケート、必要な人ははい、いらない人はいいえでアンケートします。押し付けられた憲法っつってもね、何年間も変えなかったのは日本人だからね。必要な人ははい、必要じゃない人はいいえアンケートやってます。必要なくない？どうなの？もしよかったら皆さんアンケート答えてください。必要な人ははい、必要ないっていう人はいいえ。憲法9条どれ、どんな結果になるんだろう。じゃあそろそろアンケート締め切りますね。憲法9条どうでしょうか。終了します。ほい。あ、半々なんだ。必要だっていう人は 48%、 いらないっていう人は 52% だ、改憲の問題じゃないよ。憲法9条が必要な法律なのか必要じゃない法律なのかっていう意味ね。改憲なぞ必要ないっていう人は憲法9条を維持するって考え方ね。多分作らなかったアメリカにまたやられた。作らなかったらアメリカにまたやられてた。作らなかったら。あ、はい、はいってどういうこと。改憲なぞ必要ないですっていうことは憲法改正を必要ないから守るってことだよ。言ってる意味わかんない？自分が言ったこと。改憲が必要ないってことは憲法9条を守るって意味だよ。多分憲法の概念を理解してないんだろうね。分かりる。天皇皇主権を避けるため押し付けられた米国憲法を1週間で和訳しただけのものが現憲法。ドイツは何十回も改憲してるし、時勢に合わせた改憲裁量は憲法内になる。70年以上練り直さないことが異常。同意見です。憲法9条だけを改憲すれば済む話じゃないですよね。バカで、あなたでしょ、バカ。ん？どういうこと？言ってる意味わかんないかな。改憲をしないっていうことは今の現行憲法を維持するっていう意味だよ。そもそも与えられた憲法だから無効でいいっていう考え方はそもそもない。日本国憲法だから。だから憲法を放棄するにも改憲になるんですよ。ひなさんおはよう。まあガルーダさんと同意見だな。まあ、70年間憲法が一回も変わってないっていうのがちょっと異常だよね。
憲法は国際情勢に合わせて総合的に鑑みること。だからよくそのウォーギルとインフォメーションプログラムのことを持ち出す人がいるんだけど、会見しなかったのは日本人だからな。和道さんは憲法や戦後60年の自民党の解釈とか勉強したことありますか？もちろんありません。もちろんないです。イエイイエイヤホイ、ないです。全くありません。ないです。勉強してません。日本に9条があるからといって攻撃を受けないと思ってる頭バラ色のやつが多すぎる。同意見です。っていうかまずそのなんだろう、戦争を放棄します国なのかっていう、それは、軍の戦力ランキングで実は日本は世界4位という事実。それはでも多分あれでしょう、核を持たない、核の計算を入れないでの軍事力でしょう。多分実は世界から恐れられてるのだが、だから軍事力を持たないっていうのはちょっとおかしいよね。だったら正々堂々軍隊ですって名乗った方が俺はいいと思うけど。自衛隊っていう言い方も変だしね。ねえ。国家間の約束って自国の国益にならなかったら破るのが祖国愛。綺麗事言ってたら能書き垂れすらできない。独裁国家に民族解放されるよ。イヤホイ知らないの？ひなさん、にわかって呼ばれちゃうよ。イヤホイ知らないの？イヤホイだよ、イヤホイ。ナショナリズム、何なんだろうね。何だろう、俺なんかアイテム持ってんの。アイテムこれなんだ。なんか変なアイテム持ってるの。ドレさんを超えてた。そうそう、ドレさんが女性リスナーに行ったの。プライベートでね。ツバメを保護して空から呼び戻す旅。囲っちゃいけないって別れを覚悟した経験がある。
音霊を囲わないリスナーイヤホーイを掘り下げて広めたのは俺だからね。イヤホーイ深掘りだいぶしたからね。だから著作権はこうドレさんが持ってるけど、アレンジャーみたいな感じだ。会見するには国連から離脱が必要、敵国条項についてはどう考えますか。会見するには国連から離脱が必要っていうエビデンスはどこにあるんですか。そもそもなんですけど会見するには国連からの離脱が必要っていうのがよくわかんないかな、そうそう暴露されたやつね。会見するには国連からの離脱が必要なの。そんな話聞いたことないし、なぜ国連から離脱が必要なの、必要なの会見するのに。エビデンスをください。敵国条項も知らないんですか。敵国条項、会見をするのに国連から離脱が必要っていうのは僕は知らなかったですね。どうもすいません。おはようメリンコ、おはよう。綿菓子ありがとう。イヤホイでは確かに掘ったね。だいたいイヤホイはキャリーの新宿イヤホイって曲らしい。あ、そうなんだ。へえ。おはようまこやん、風船5個ありがとう。日本は核を持つべきなのか、それとも世界に核の排除を訴えるのか。全世界の、俺は戦争が起こるのってパワーバランスが崩れた時に戦争が起こりやすいっていうのが俺の考えなの。で、なんだろう、中国が力を持ってるっていうのがパワーバランスが崩れてるんだと思っていて、その戦争が起こる引き金になるのがいつもパワーバランスが崩れた時なんだよね。で、まあ日本はターゲットになりやすいなと思ってるから、日本国民だったらまあ普通に軍事力持つのがいいんじゃないのかなとは思うけど、どうなんだろう。見せしめにしやすいと思うけど、警官、オーマイガーさんおはようございます。昨日なんだけど、太平洋戦争でガチの空襲警報聞いて育ったじいちゃんが、昨日のサイレン聞いた後仏壇でずっと手合わせてた。なんていいか分かんなかったけど鳥肌立った。いや、ばあちゃんもそうだよね。年寄りはやっぱ敏感だろうね。おはようペコポコランド、ハートありがとう。核が持てなくなったら生物兵器系などに移行するよ。もっとやばい、独裁者は消えない、人間のもの、炭疽菌とか。どうなんだろうな。まあ日本人が好戦的だっていうのを考えないといけないよね。日本人戦争強いから、まあね、近所の国がならず者国家だっていうことを認識をしないとダメだよ。隣に住んでる国がやばいっていうのは覚えておいた方がいい。ミサイル飛ばしてくるから。要はもう家の敷地内に銃弾ぶち込まれたようなもんだからね。やばいよ。おはようヒカルさん。
まあ俺は改憲派だけど、憲法9条変えた方がいいとは思うけど。世界、全世界核持ったらバランス取れて戦争起きないってことね。いや、そんなこと言ってないよ、全然。全然言ってないよ。たけさん、解釈歪めすぎ、それは。保険をかけないで運転するやつはいない。核は世界基準の抑止力である外交カード。核なき世界と言って手放さないのが立法な大国。うん。まあ、アメリカがそうだよね。戦争になるんかね、あれだけミサイル発射してる。まあ普通の国だったら、普通の国だったらだよ、例えば韓国であったりとか、あとロシアに同じことやったら戦争になるだろうね。もしくは中国とか日本だからならないだろうっつって舐められてる部分はあると思うよ。日本だったら反撃してこないだろうってことでしょ。だからまあ日本に打ってよかったねって話じゃないの。それを日本国民はどう思いますかっていう話でしょ、うん、まあ、普通だったら反撃するわな。反撃するっつうかもう喧嘩売られてるようなもんだから、普通に戦争開始でもおかしくないよね。もし日本がアメリカだったらそうなってたと思うよ。もう普通に、あ、やっちまおうぜって戦争勃発だろうね。普通は普通の考えだと。俺はそれが普通だと思うけど。日本でよかったねっていう。へたれ切った日本で1年以内に最低限軍備を自主自立としたら残念だけど書くしかない。なんだっけ、自衛隊の銃弾の数って2日しか持たないんだっけ。もし白兵戦になった時、まあ日本で白兵戦になるっていう絵が俺は思い浮かばないけど、弾丸の数が限られてんだよね確か。まあでも日本は白兵戦強いっていうね。あと海軍がめちゃめちゃ優秀なんだっけ。誰が戦争するんですか。誰だと思います？アキラさんは。自衛隊員ですかね。あんだけさ、日本も牽制しといて何もしないのがオチやな。まあ日本は何もできないよね。休戦中の国は戦争すると宣言する必要しかない。いきなり奇襲してもいい。そんな国の一部がシナと朝鮮。沈黙の艦隊見てないね。必要がない。うん。でもね、日本から攻められないんだ。どうなんだろうね、自衛隊辞める人多くなるのかな、どうなんだろう。そこは分かんないけど、自衛隊やってる人だから愛国心強い人が多いような気はするけど。逆に人気の職業になるんじゃないのかな。ミサイル作るお金どっから出てくるんだろうね。おはよう。中国からもらってんじゃん。ノブリスおはよう。戦争始まって自衛隊辞めたら、なんでじゃあ自衛隊入ってんのって話になるけど、まあそうだよね。うん。
まあそうなるわな。朝比奈さんが向かってますよ。いや向かってないよ、うん、朝比奈さっき会ったよ。トラさん向かってないですよ。他力本願で反基地運動する感謝のないラガードのために血を流した米国人なんていない。同盟国同士持つつ持たれつは軍事介入じゃない。政府はどう対応するって言ってんの今回の件政府はどう対応するんだろうね。なんか朝まで生テレビが見たくなってきたな。日本国内に核はあると思ってる人は多い。あ、うなちゃまも同じこと言ってたね。日本に核はある。報道は庶民向けにコントロールされてる。日本は裏でやってることやってる。強く抗議するって言ってんだあ、政府は、うん、なるほど強く抗議する。もう公開でやろう。公開で喧嘩突みたいなの見たいよ。グラッ、お前ディスってるらしいなっつって。強く抗議ね。チンここに戦をセンスってやってほしいよね。琵琶湖の下に核を隠してるっていう噂有名やけどな。そうなんだ。政府の発表は庶民向けの報道なんだが、学も問われず初任給でそれなりの手取りをもらえる自衛隊員には腹をくくってほしい。隣の元自衛官は引退してからベンツな贅沢三昧。米軍基地にあるかどうかグレーだからね。米軍基地にあるのはだって治外法権だから OK でしょ。であるでしょ。イージス艦だって積んでるわけだし、うん、闇将軍だねここはここは闇将軍の意見が欲しいよね。まあ米軍基地にあるのは全然グレーでしょ、うん、あるだろうね。ミサイル作るお金は光がパチンコやると生まれます。ああなるほど、うん、安いミサイルだね。韓国はなんて言ってんだろうこういう時。韓国はなんかどうなんだろうね。そもそもなんで日本なんだって話だよね、うん、第三次世界大戦になるのかな。どうなんだろうな。アメリカはなんて言ってんの。アメリカはアメリカはこういう時どう動くんだろうね。アメリカにひとひねりにされればいいのにね。一瞬でしょ。3日ぐらいで終わるでしょ米軍出てきたら。
まあでも戦争になってもね、俺にできることは毎日放送することだからな。まず間違いなく言えることは、俺に聞くのが間違いだと思うの。あのワドどう思うって、あの俺はびっくりしてるのね。俺に聞くのっていう俺はマジな話をすると、えコメンテーターとして俺に聞くのって、なんでっていうのが俺の中の純粋な気持ちだ。なんで俺に戦争のこと聞くんだろうっていう、どんな答えを求めてるんだろうっていう、それが分かんない。なんて言ってほしいの逆に。北朝鮮なんかね、皆殺しにしちゃえばいいんじゃないの、政府を軍部を、国民はかわいそうだからね。俺に聞くのが間違ってるっていうことになんで気がつかないんだろう。もし俺が権力を持ってたら、ぶっ潰します。聞いてみたくなる、うん、俺に聞いても何もできないよ、うん、まあ国外に逃げたひろゆきの判断は正しいと思ってるけどね。亡命しようかな俺も。亡命ってできんのかな、日本人で亡命してる人っていいのかな。テレビは何年見てないだろう。テレビっ子ですよ、もともとテレビっ子だけど、テレビをやめてみようと思ってテレビやめたので、さらに数年後ニュースも見るのやめようっつって情報を遮断してみたんですよ。で昨日ミサイル起こってることも何にも知らないのだけど、何にも変わってないっていうか、むしろ余計なこと考えなくてすっきりしてるっていうか、うん、踊らされなくて済むというか。だって戦争起こったら起こったでしょうがないし、止めることできるのっつっても止めらんないからね、うん、だからフラットに考えられるよ。ああ戦争起きたんだ、ミサイル撃たれたんだ、へーって、うん、うん、そんな感じ。冷静に考えられる。俺国会議員じゃないからね、うん、俺がね、ドラゴンボールの悟空とかね、スーパーマンみたいにミサイル止められたらいいんだけどね。申し訳ないけど、その力はないですよ、僕には。残念ながら。ごめんね、みんなね。虎ノ門ニュースを固めつぶってみればいい。保守にも毒まんじゅうもらって工作するやついるから。意識して注意してみると悟りの幅が広がる。見ないっすね、虎ノ門ニュースも。ゆったんおはよう。見ないね、時間の無駄。まあなるようになるっていうことと、自分の身をどう守るのかだけしかできないから、それでいいんじゃないかな。ゆったん風船10個ありがとう。うん、見たいとは思わないね、あんまり。
和道って君か、ボロクソ言われてるな。知りたい興味がある時だけでいいんだよ。うん、興味ないかな、政治に関しては。うん、また来てね、ゆったん。バカありがとう。政治は多分ね、関心が湧かないですね、僕は。知ってる、知ってるか。例えばミサイル飛んできたけどどう思う？やだね。憲法9条ってどう思う？変えた方がいいと思うよ。核ってどう思う？ああ、治外法権だから米軍基地にはあってもおかしくないよね。少なくともイージス艦にはあるよねって言ってるだけなの憲法9条はどう思う？変えた方がいいんじゃない？知ってなくない？別にそのまんま言ってるだけだけど、うん、でも憲法って押し付けられたんだよねって。そうだねって。 GHQ の政策だね。インフォメウォーギルとインフォメーションプログラムだね。でも変えなかったの日本人だよね。それしか言ってないよ、うん、あー、うん、なんだろう、別になんか知ってるとか言ってるよりも質問に答えただけって感じなんだけど、うん、そもそも憲法が何なのか法律が何なのかとか知ってる人がどれくらいいるんだろうっていう、うん、憲法を国民が、国民を縛るものだと思ってる人多いからね、結構ね。あれは国民が政府を縛るものだからね。まあだからさ、日本人っつうのはさ、自分たちで戦争して国を勝ち取ったわけじゃないじゃん、アメリカとかと違って。そもそも祭り事はお上がやる仕事なんだからさ、向いてない。渋谷のスクランブル交差点で WGIP って叫ぶ、意味を理解する面構えのやつはきっとほとんどいない。うん、うん、まあまあ知らないだろうね。まあ知らなくても生きていけるっていうのが、うん、いいんじゃない。真田広之似てるか。嘘、ありがとう初見さん。真田広之ってあるでしょ、あの俳優さんでしょ、ジャックの。似てなくない？あのラストサムライとかの人だよね。俺の母親の相方が真田広之と付き合ってたらしいよ。似てるかな。真田広之って結構イケメンの部類じゃないの。似てる？ごめん、許せない。何が許せないの？俺は日本はもう日本じゃなくてアメリカだと思ってるからな、うん、ハワイみたいなもんでしょ日本って。第二次世界大戦の時にもう日本っていう国はなくなったと思ってるけど、さすがにね、沢田博之はないよね。似てないと思う。まあ侍顔ではあるけどね、武士の末裔だから。やっぱ顔つきは侍だよね。
侍顔だよ。声似てる？そう？そうかな。武士の末裔ってもはや数パーセントらしいよ。めったにいない。寂しいな。え、でももともと数パーセントでしょ、武士階級って。あんまり変わってないと思うよ。武士がもともと数パーセントだから。宇宙人とか薬物中毒者って言われたら、それ悲しいね。俺だって着物着て腰にこうやって抜刀しても全然似合う顔でしょ。で抜くんだよね。やってみたいな一回。俳優抜刀斎かっこいいよね。祖母が栃木の寺子屋娘。名前はどうだしね。アイテムタイム。オッケー。じゃあ1時間経ったんで、皆さんアイテムよろしくお願いします。音楽流します。アイテムよろしくお願いします。それじゃあアイテムタイムスタートです。ペコポコランドさん、バーガープレゼントありがとうございます。ありがとう。ガルーダさん、風船10個ありがとうございます。トコさん、ハートプレゼントありがとうございます。ありがとう。アイテムタイム。花火ありがとう。匿名さん、花火ありがとうございます。いや、普段アイテム投げる時間を決めてるの、1時間に1回。俺はあのアイテムくださいっていうの嫌いだから、先にトークを1時間やって、面白かったらアイテムもらう、そういうやり方ね。メリンコさん、ハートありがとうございます。匿名さん、花火ありがとうね。そう、トークに集中するために1時間トークを先出ししてるんです、僕は。やっぱり先にね、先に楽しませてからだと思ってるんで、それがやっぱりプロでしょ、プロ。トコさん、バーガープレゼントありがとう。いや、必ずってわけでもないよ。お気持ちだからさ、お気持ちだから。
ご覧の番組はアイテムをくださったリスナーさんの提供でお送りしております。楽しんでってください。もう1時間喋ります。ありがとうございます。猫さんおはよう。猫さん花火ありがとう。おはようございます。おはよう。花火ありがとう。猫さんご無沙汰っすね。おはよう。この花火が上がると無料延長チケットつくシステムいいよね。ハゲだるま先輩はどつ。おはよう。おっぱよう。1億いきそう？まだ見えないかな。まだ見えないかな。手応えはないね。まあ、いつか叶うんじゃねえかな、みたいな。長く見守ってください。今のところ手応え皆無かな。本来は延長するのに、そうだよ。一回延長するのに50円かかるから、4時間枠やると7枚チケット使う。お金かかるんだよ。だから、なんだろう、好きな配信者を応援するんだったら、一回延長するごとに50円分ぐらいやっぱ必要なんだよね、みんなで。一人バーガー1個とか、ハート1個とか、花火投げて。だから、もともとそういう機能だったの。アイテムっていうのはお金を配るっていうよりも、放送を盛り上げるための機能だから。本来の趣旨に近くなったよね、この改造は。ふわっち、初めて来る人はさ、アイテムあげるとお金儲かるんだと思って勘違いしてるけど、ツイキャスと一緒で延長とかが無料になるんだって覚えればいいと思うよ。ふわっちも濃すいかな。どこが濃すいの？めちゃめちゃ濃すくないでしょ。全然濃すい印象ねえわ、俺。ふわっちが。どこが逆に濃すいの？濃すいのはお前だ、セフィロス。延長でそんなかかるんだ。それは高い。そうだよ。だから1回4時間は完走すると350円かかるんだよ。だから、仮想配信者は延長できないの。お金がないから。
だから応援するっていう意味合いでは、あのアイテムをあげるって結構大事なことなんだよね。なかなかそこに気づいてくれるリスナーさんいないけど、ありがたいんだよ。ふわっちのアイテムもツイキャスのアイテムも一緒だよ。
おはようマイネー、おはよう、おはようございます。最近の若い人の礼儀って何だろう。昨日嫌というほど思い知らされた。土下座であぐらかいて謝るなんて初めて見た。土下座？土下座であぐらかく。ていうか土下座するってどういうシチュエーションなんだろう。土下座をすることってあんまりなくない？スケボーね、通報入っちゃってできなくなっちゃったんだよね。だから普通の道路でやる。そっちの方が俺危ないと思うんだけどね。いい感じはいい感じだよ。すげえ楽しかったのに。今まで練習してたところできなくなっちゃったんだよね。絶対危ないよね。そう、警官来ちゃったんだよね。初見さんいらっしゃい。まあ何でもかんでもね、公園って何なんだって思うよね本当に。公園でやっちゃいけなかったらどこでやるんだっていうね。しかも夜の公園だぜ。昼間子供がいる時だったらさ、あれだし、広場でやってんのになんだそれって思うよね。めちゃくちゃだよ。いや狭いよ。お前コメント欄荒らすなよ。バカとかハゲとか書くなよ。なんでお前動画の内容も見ねえでお前バッドボタン押してんだよもう。